ショーン・ホープキンスは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、クレムソン出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、ワイドレシーバー。現在、ナショナルフットボールリーグのアリゾナ・カージナルスに、所属している。2013年の NFL ドラフトの一巡目で、ヒューストン・テキサンズによって指名された。クレムソン大学出身、ニックネームはナック。出展、ホップキンスは、 有望なドラフト候補であり、NFL コンバインへの招待を受けた。コンバインではほとんど種目を完了したが、三高温ドリルは、ふくらはぎの怪我により、最後までできなかった。彼は、チームメイトと共に2013年3月7日に行われたクレムゾンのプロデーに参加し、40ヤードダッシュ、20ヤードダッシュ、10ヤードダッシュ、ポジションごとのドリルを行った。また、 個人的に、ダラスカウボーイズ、カロライナ・パンサーズ、ニューイングランド・ペイトリオッツ、ロサンゼルス・ラムズを訪問した。ドラフト直前の時点で1巡目あるいは2巡目に指名されることが予想された。ヒューストン・テキサンズは2013年の NFL ドラフトの1巡目でホップキンスを指名した。ワイドレシーバーでは、タボン・オースティン全体8位に次ぐ、 2番目の指名だった。テキサンズにおいて1巡目に指名されたワイドレシーバーは2003年に指名されたアンドレ・ジョンソンに次いで2人目、過去10年間で1巡目にオフェンスの選手を指名したのもこれが2回目だった。2013年2013年7月24日にテキサンズはホップキンスと618万ドルの出来高と392万ドルの サインボーナスを含む4年762万ドルの契約を結んだ。チームはアンドレ・ジョンソンの逆サイドでの活躍を希望し、キャンプを経て、レギュラーシーズンのスターターに指名された。ロサンゼルス・チャージャーズとの開幕戦にて、NFL デビューを果たし、5回のパスキャッチで55ヤード獲得し、31から28での勝利に貢献した。最初のパスキャッチは、 二球にマット勝負によるノーゲインのパスだった。2013年9月15日のテネシータイタンズ戦ではこのシーズン最多となる7回のパスキャッチ117ヤード獲得 NFL 入り後初めてのタッチダウンレシーブを記録した。また、この試合が初の1試合100ヤード以上獲得した試合となった。2013年10月20日のカンザスティーチーフス戦では ケースキーナムから3回のパスキャッチと29ヤードのタッチダウンレシーブを記録した。ホップキンスは52回のパスキャッチ、802ヤード獲得、2個のタッチダウンレシーブを記録した。ルーキーシーズンはマット勝負による不安定なパスによって苦しんだが、オールルーキーに選出された。レギュラーシーズンポストシーズン、ありがとうございます。